皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ、お元気でいらっしゃることを願っています。BTS のジンが数ヶ月前に兵役を終えた後、突然ハイブの創設者バンシヒョクからの呼び出しを受け、ファンと世間に驚きを与えました。バンシがなぜジンに直接連絡を取ったのか、その理由は謎のままで、多くの人々が彼のキャリアや BTS の将来について様々な憶測を呼んでいます。 BTS の新しい時代が始まった中、最年長メンバーのジンに注目が集まる理由が気になるところです。番詞曲氏は通常、アーティストに直接関わることが少ないため、今回の呼び出しが持つ重要性が感じられます。一部ではジンに新しい役割が与えられるのではないかと推測されています。また、個人的な問題でサポートが必要な可能性も考えられており、 ファンの間での関心が高まっています。この突然の出来事に、ファンはジンの心身の状態を心配しています。兵役からエンターテインメント業界への復帰は決して簡単ではなく、ジンが十分なサポートとスペースを確保できることを願っています。バン氏が直接ジンに連絡したことから、事態の緊急性と深刻さが示唆され、ファンの不安も増しています。 SNS ではジンへの愛と応援が溢れ、ファンたちはジンがどんな問題に直面しても支え続けることを表明しています。このサポートの波はジンが困難を乗り越える力となるでしょう。BTS がこれまで困難な状況を乗り越えられたのも、ファンの支えがあったからこそです。一方で、突然の呼び出しが新しいプロジェクトに関連する可能性もあります。 ファンはジンのソロプロジェクトや BTS としての国際的な活動への期待を膨らませていますが、ハイブからはまだ公式な発表がなく、具体的な内容は謎のままです。楽観的な見方もありますが、状況の真相が気になるところです。今後ハイブから正式な声明が発表されるかは不明ですが、過去の例から必要に応じて透明性が確保されると期待されています。 ファンはジンが困難を乗り越え、BTS の一員としての未来をしっかりと築けることを願っており、引き続き応援を続けています。皆さん、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。感想はコメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。